あと、どうしようかな。かけうどん。ちょっとどんどん時間かかる。あ、いいです。お疲れ様でした。よし。昔ながらの食堂感のある立花食堂さんに行ってきたんですけども、またちょっとね、岡山の食堂とは違うような味付けで、関西風なのかな、ちょっとなんか丼のそんなに、まあ、岡山みたいに甘くはなくて、出汁がね、しっかりしてるような、感じでございました。いや、とってもね、美味しくて、値段もね、かなり、あのうどんとかも250円ぐらいで美味しく、いただきました。で、朝早朝から やってて、だいたい昼ぐらいまでやってる食堂屋さんなのかな。ぜひあの興味ある方、もしくはお住まいの方、この辺にお住まいの方、観光に来た方とか、ぜひあの利用してみてください。とってもなんかいい感じの雰囲気でございました。それでは失礼いたします。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。